ウハー、ウハーとは、白身魚と野菜を食材に使用したロシア料理のスープである。その名称は、コスラブ語で、煮汁、スープを意味する、ユハの語に由来する。か、主に酒、鈴木、サワラ、カジキ、チョウザメなどの魚がウハーの食材に用いられる。本来は一種類の新鮮な生魚の実で作るが、小魚が、スープの出汁やブイヨンに使われることもあり。 多くの種類の魚を使ったウハーが一番美味しいとも言われている。数種類の皮をからブイヨンを作り、チョウザメやサケのフィレを具として入れるチャーリ風のウハーもある。風味と香りをつけるためにスパイスが用いられ、多くのスパイスが組み合わされたウハーは美味だと言われている。かつてのロシアでは、油の乗ったスープは具材に関係なくすべてウハーと呼ばれていた。 15世紀初頭からロシアのスープの食材に魚が頻繁に用いられるようになり、これによって料理に特別な風味が生まれるようになる。そして17世紀に入ると、ウハーは魚のスープの実を指す言葉になった。その昔、ロシアの農民たちは地主の目を盗んで魚を取り、取った魚を家に持ち帰ってスープの材料にしていたと言われる。やがて、 ウハーは、庶民だけでなく貴族の食卓にも昇るようになる。鶏ガラと小魚で出汁を取り、次に、スープに香りをつけるために、玉ねぎ、パセリ、ベーリーフ、セロリ、粒胡椒などを煮る。風味と香りが生まれた後に、スープはこされ、先に使用した食材はすべて捨てられる。裏ごしされたスープに、ニンジン、ジャガイモ、キャベツなどの野菜を入れ、塩胡椒で味付けする。最後に、 魚の骨のない切り身を入れるが、あまりに過ぎると、切り身が肉崩れし、魚の味が損なわれる。また、皿に盛り付けたウハーにライムを添える場合もある。取ったばかりの魚を洗い流してそのまま水に入れて、煮込み、ハーブやスパイスで味付けするのが、最も簡単なウハーの調理法である。ウハーの具として、玉ねぎを入れるかにどうかについては、賛否が分かれている。人参。 じゃがいも、根菜類は、入れるが、スープの色が濁るため炒めた玉ねぎを入れるのは、望ましくないとする向きもある。荒木英子、ロシア料理、レシピと、しきたり、P19ABC 沼野、沼野、ロシア、P80 沼野、沼野、ロシア、P79 パパシビリ、パパシビリ、ロシア料理、P67 ハット ABC ワイリ、ゲニス、亡命ロシア料理、PP、 92から95ハットユカハット AB、パパシビリ、パパシビリ、ロシア料理、P66AB 小町、ロシア美味しい味めぐり、P31 パパシビリ、パパシビリ、ロシア料理、P90。ありがとうございます。